本日はですね、キャンプ第15回目でございます。今年の4月から始まり、もう15回目でございますよ。あっという間ですね。で、今回もですね、山梨県へ向かっております。何回山梨行ったんだろうね、今年ね。ただ山梨のね、やっぱり北の方に本日も行きたいなと思いまして、北斗市、あれどのその辺かな、甲府の北ら辺に向かっております。で、今回はですね、テント泊ではなくコテージ泊にさせていただきますね。その泊まりに行くピカ、八ヶ岳、アケロンっていうのかね、ちょっと読み方わかんないんですけど、そちらのキャンプ場がですね、コテージがもしかしたら激安なんですよね。テントでも結構安かったんで、なので一旦これはちょっとコテージに泊まった方がいいなという判断をしまして、コテージを選びました。まだ予約してないけどね。はい、でですね、ちょっと長くなりますけども、今日はまだ午後9時です。お腹空いてます。なので腹ごしらえをしてからまたドライブして、車中泊をする道の駅に向かいます。では何か食べまーす。レッツバスロマン。本日はパスタにします。チョリーパスタオナーラ。ピッツァマルゲリータ、カルボナーラ。いやー、ジョリーパスタきつかった。やっぱイタリアン系はあれですね、お腹いっぱいになっちゃうと、お腹いっぱいさと、なんかこう胸焼け胃もたれ感が残ってきついですね。で、近くにあったコンビニで、飲めないコーヒーですね、カフェラテ買っちゃいました。カフェラテね、カフェラテを買いました。ぼやけてるだろうけどね、まだ時間は10時半ですね。なのでこっから長いので、こっから 2,3 時間した道で運転しようかな。高速でもいいんですけどね、やっぱ高速面白くないからね、下道でドライブで行きますよ。うん、綺麗なんですけどね、全く見えないか。やっと甲府盆地に着きました。あと30分ぐらいかな。着きました。道の駅ニラサギですかね。道の駅自体大きいんですけどね、なんか駐車場がものすごく狭いんだよな。なんで？なんでこんなに台数止められないの？まだ、あ、違う、もう1時ぐらいか。1時、2時ぐらいなんですけど、今日は時間に余裕がありますね。少しまったりして寝ます。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時半です。2時頃に一瞬寝たんですけどね、その後にちょっと咳込んでしまいまして、そっから眠れず、ずっとまた結局朝まで起きてました。ほんと車中泊苦手です。で、気温が7度ぐらいまで下がりまして、なんか寒いな寒いなと思ったらサンダルでしたね、まさかの。前回のキャンプで夏は終わったことを実感したはずだったんですけどね、まだね、やっぱり夏は終わってないって体が思い込んでいたんでしょうね。寒いです。お腹が空いたので近くのセブンイレブンまで来ました。逆光ですね。肉まんとレモンティーと、そしてこの景色、最高の朝食ですね。贅沢。はい、
朝ごはんも食べ終わったので、この後ウイスキー工場ですね、行ってきます。ただ予約してないので入れるかどうかは分かりません。でこちらの動画なんですけれども、後日別の動画で、アップさせていただきます。なのでこの後のシーンはおそらく、その工場見学なのかなが終わった後からになると思います。ではそこまで時飛ばし。はい、サントリーの工場ですね、見学終わりました。本当に行ってよかったです。一時期はですね、一時は眠すぎて行くのやめようかと思ってましたけど、行ってよかった。こちらの動画はですね、後日、アップしますんで、そちらよかったら見てください。で、この後ですね、もうチェックインまで残り30分なんで、急いで買い物してキャンプ場にチェックインします。いやー、これ時間かかるな。それより天気見て、これめちゃくちゃ晴れてる。ほんと興奮する。着きました。口コミ評価が良かった、ひまわり市場、ひまわり市場ですかね、というスーパーに来ました。こちらでパパッと買い物を済ませてすぐにキャンプ場に向かいます。買い物終わりました。非常にですね、良かったです。今折市場さん、ちょっと名前わかんないですけど、ただ農産物直売所的な感じで、こう全て欲しいものがあるっていう感じではないんですよね。なので結局もう一回スーパーとかコンビニに行かなきゃいけないっていうのと、飲み物がすっげー高い。ジュースね、お茶とか2リットルのやつとかが200円以上しましたからね。普通150円以下とかでスーパーで安く売ってますからね。とあと何か結構買えてなかったものがあるので、結局また、他のスーパー行きます。イオン系列のビッグザンでございます。こちらで薪と炭と飲み物関係を購入いたします。やっと買い物終わりました。もう2時10分ですよ。チェックインが1時なんで、もう1時間以上損しちゃってるな。それにしてもビッグさん安いわ。初めからビッグでよかったっちゃよかったな。もうそろそろ着きます。今回かなりね、期待できますね。この景色とかもね、今までにないっす。だいぶ上の方まで来てる。そしてですね、コテージで1人4000円とかなのかな、4500円とかかな。でオフシーズンになると1人4000円未満で泊まれるところなんですよ。だからね、今までの私が行ったコテージの歴史を塗り替えるかもしれないんですよね。しかも焚き火もできて、チェックイン1時の10時チェックアウト。だから本当に期待してます。というわけでもう着きます。着きました。ピカ八ヶ岳明野さんですか。めちゃめちゃ綺麗なんですけど。では受付行ってきます。やべえ、今のところめちゃくちゃ綺麗で、そして今 BGM にキャリーパムパムが流れてるので、喋って著作権引っかからないようにしてます。すっごい、これセンターハウス2階が図書館らしいですよ。いやー、薪失敗した。こっちで買えばよかった。全然こっちの方が長く燃えるやつですよ。完全失敗した。展望台がありますね。いやー、ここもいいな。もうちょい向こうが晴れてれば景色だいぶ良さげですね。朝とかあえてここに座ってコーヒーとか
飲みながらこの景色見る、やりたいですね。はい、こちらが今回のコテージです。正直ね、後で場内散策軽くしますけど、やばい、めちゃくちゃいいところで、入り口がちょっとわからないからこっちから入っちゃうか。反射しないように、あーらまあらまあ、ここに座って、あ、バーベキュー台ありますね。あ、入れちゃうね、こっちからね。はい、失礼します。エアコン、あ、ハンモックもあるんだ。で、ベッドが4つ、エアコン、ヒーター完備。こっちが入り口でしたね、本当は。電気はで、ミニキッチン、電気のつけ方がわからない。で、トイレ、トイレはちなみに電気のつけ方がわからない。あー、ウォシュレットもついてる、やば。あれ、こっち何、じゃあ逆に、あ、シャワーか。電気のつけ方がわからない。十分十分、これはすごいぞ、ここはすごいぞ。あ、鍋もでかいのある、やばい。あ、今までで一番いいわ。ハンモックはちょっとだけ座りました。用意がね、ままならないまま、もう4時近くになっちゃうんで、場内散策行きます。これがまず我々のテントです。テントじゃない、コテージですね。で、こっちがですね、もうコテージしかないサイトなのかな。もう見て見て、この広さ、これ車で行かないと無理かも。はい、広いコテージもありますね。今日は一組二組ぐらいしかコテージの子はいないみたいですね。これどうしようかな、テントサイトがね、めちゃめちゃ遠いんですよね。車で行こうかな、車で行きますわ。いや、ほんといいとこですよ、これ。少しだけ下ってきました、車で。見てくださいよ、このコテージの数。なんとあるんだ。あ、そこにテント建てられるのかな。で、こっちに、キャンパーズキッチンがありますね。なんだ？あ、小さなキャビンっぽいのかな？トレーラーハウスかな？で、そこに、炊事場ある。炊事場があるんで、ここにテント建てられるんでしょうね、これは、おそらく。では他のテントサイト行ってきます。はい、こちらがキャンプサイトですね。いくつかテントがあるかな。いや、ここも広いですね。そして相当整備されてる。もうちょい奥まで行ってみますか。ここがデッキにテントとテントを張れるみたいで、おしゃれですね。これまたいいな、やってみたいな。下から見た感じがこういう感じですね。炊事場もね、かなり綺麗ですね。で、一つ一つのスペースも、どうなんだ、広いのか。あ、そこまですごい広いわけではないから、車のスペースも合わせたらまあ10メートル10メートルあるかな、ないぐらいか。形によりますね。綺麗だな。はい、というわけで戻ってまいりました。車で行って正解だった。これ歩いて町内散策行ってたらしんどかったわ。で、まだ正直隅々まで見れてないんで、過去一かもしれないですね。コテージ泊まる意味では本当に一時チェックインだったので、一時に来ればよかったです。工場見学も楽しかったですけど、ここは一時に来てコテージを楽しむべきだなと。仮眠も取れますしね、なんだかんだ用意もバタバタするんで、一時に来て速攻用意して酒飲んで仮眠取って、また夜
飲むみたいな感じの流れが良かったかなって思います。もうなんだかんだ4時なので仮眠取れるかな、一睡もしてないから疲れちゃいますねこれ。では今からシャワーを浴びて仮眠取るか夜飯を作るかします。というわけで、前半はこの辺で、終了させていただきまして、後編は晩飯バーベキュ ーなどなど盛りだくさんの内容でお送りしたいと思います。ではまた、概要欄から後編はご覧いただけたらと思います。よかったらチャンネル登録高評価もしていただけたら嬉しいです。では一旦失礼します。後編でお会いしましょう。バイバイ。はい、焚き火の方に鍋持ってきました。すごいすごい、これ見てくださいよ、すごい。